毎日 G メールに金よこせって言ってくれてる。いや、なんか、だいぶ前から来てて、だいぶ前に来てたメールの内容っていうのは、なんか、俺が運命の人ですとか言って書いてあったんですよ。なんか宗教じみたメールで。そう、運命の人ですみたいな。で、もう、鹿のりさんめちゃくちゃ大好きです。で、来てたんですよ。まあ別に、それぐらいだったらさ、ただのお手入れメールでさ、まあ別に過去になかったわけじゃないし、あ、こういうのがまた来たよ、みたいな、ガチ恋なのかな、似てなのかな、みたいな感じで終わるやん。それが、もう毎日届くようになって、だんだん内容が、好きですじゃなくて、なんか、私は運命の人ですみたいな感じで、逆転現象が起きて、私が石川紀之さんの運命の人ですみたいな。だから、私と一緒にならないと石川さんは不幸になりますよとか言い始めたんですよ。メールに。そう、書き始めたんですよ。だから、早く私と結納、なんか結ばないと、石川さん不幸になりますよ、怖いことになりますよ、みたいなことを書き始めたんですよね。で、それからだんだん、結納金を振り込んでください、振り込んでください、みたいなのが、バン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 届くようになって、メールで。そう、最初の大好きからもう全然変わってきてるじゃん。で、なんか、7月中に振り込みをお願いしますとか言い始めたんですよ。で、今は、振り込みお願いしますじゃなくて、よこせとかって来るんですよ。もう強気で。まだかみたいな。早くくれとかって言い始めてて。そう。あ、なんか気持ち悪い、めんどくさーと思って、もうそのメールアドレスごと全部フィルターにぶち込んで、ブロックしちゃったんですよ。気持ち悪いやついるなーと思ってさ、そう。うん。いや、だから1万円ぐらい振り込んで、警察に言うのも面白いかなと思ったんだけど、どっちがいい？うん。いや、詐欺師に騙されましたっていうことで1万円ぐらい振り込んで、ほんで、警察に言って、すいません、脅迫で金を振り込めって言われたんですけど、振り込んじゃったんですけど、詐欺に巻き込まれましたとかっていうのもありなのかなと思いますけどね。うん。で、恐ろしいのが、この話って、まあ、ちょっとやんわり前にも言ったんですよ。やんわり言ってて、初めての話ではなくて、普通やめるじゃないですか。あ、自分のことが放送で取り上げられてるっていう。うん。放送で取り上げられてるんだ、ネタにされてるんだって分かった人が普通やめるじゃん。どんどんエスカレートするんですよ。だから、ワンチャン俺の話見てないんだよ。多分、見てたら、私のことをネタにしたよねとかって言ってくるじゃん。だけど、そういうことを一切言わずに、一方的にずーっと金の話と結婚の話を永遠にしてくるんだよね。そう。で、キモいのが、初期に、なんか自撮り画像まで送ってきてんだよ。自撮り画像まで。なんか、私こういう人間です、みたいな。全然知らんやつよ。そう、自分の顔も最初送ってきたんですよ。なんか、私は石川のりさんが大好きです、みたいな。結婚します、とかって言ってんの。ずーっと一方的に。なんか顔も知ってるんですよ。そう。あ、もうね、最初に貼り付けてきたからね。そう。いや、広い画ではない、本当に、なんとも言えないようなやつですよ。なんとも言えないよ。うん。まあ、あえて言わせんけども、なんとも言えないような感じです。そう。なんか別になんかね、ものすごいいいってわけじゃないんだけど、なんか脳裏に若干残るタイプのやつなんだよね。そう。うん、そう。いや、でもね、なんかね、配信者のネタとかではないね。もし配信者とかがそういうネタをやってるんだったら、出会おうって方向に持っていくから、無理やん。そういうのだったら無理やん。俺、釣られないじゃん、そんなの。俺も美人で可愛くて仕事しててお金持ってて巨乳でスタイル良くて優しい方じゃないと無理だから、もうそんなもう最初からブーみたいなの無理やん。しかもお金要求したいとかそんな一方的に言うやつだこれ絶対無理やん。ほんなん。俺直樹兄さんじゃないんだからポコチン取らないよ。そう。だから、マジなんだよ、それは。マジなのよ。うん。マジなんよ。だからなんかそれがずっと来る。毎日来る。2件ぐらいずつ。2件ぐらいずつ来る。え、ちょっと見せようか、マジで。ちょっと待って、俺ブロック入れちゃってっからな。やばいよ。6月26日日曜日、11時11分。早く出して、金。これだけです。うん。これが、11時だね。うん。あと次、この前。私は心配性でもあります。結納金として500万ください。そしたら安心します。石川さん、今月中にでも送金してほしいのです。口座がないので、アマゾン券で500万円メールで送信してください。お願いします。やばくない？石川さん、やはり私の小遣いは、毎月20万にしてください。理由は私が内職するので、材料費に必要です。
石川さんはお茶爆でもあるので渡してください。私奥さんとして内職頑張ります。ちょっと日本語おかしいよね。こんなんがずっと来るんよね。まだ。もう毎日、毎日。うん。で、最新が早く、出して金っていう。うん。1万円あげるから、どこにいるか教えろって言って会いに行って、土説教を食らわすっての面白いけどね。別の配信者教えたら、いや、一切返したくないね。なんか、その返事を返すとさ、なんかめんどくさくない？もう最悪警察にぶち込む時のために、こっちからは何もアクションを起こさないっていうのが大事だと思うんだよ。返事をするってことは、もしかしたら、なんだろうな、第三者から見たら、俺もやり取りしたくて返したっていうふうにも捉えられてもおかしくないので、俺は迷惑をしているんだという、立場で物を申すのであれば、一方的に送られてきたこのメールにも一つも返さない方がいいと思うんだよね。うん。反応したら反応したで、じゃああんただって興味あったんじゃないのとかって言われてもあれやんか。そう。なんで返したんですかとかってなるから。だから何も返さない方がいいと思うんだよね。まあでもさ、一回さ、自撮り画像を送ってきてるっていうのが、こっちとしては、材料としてはいいよね。うん、もう持ってるからね。そこはなんかちょっといいよなって。何にも知らないっていうよりかは顔だけ知ってるだけでもでかいからね。うん。まあその人の、本人の顔だったらね。うん。拾い方とかじゃなければね。でもなんかさ、怖いっていうよりさ、苛立ちのがさ、あるんだけど、なんか、具体的に、のりちゃんは、石川のりきお茶爆があるんだから、お金くださいよ、みたいなさ、なんか、ああいう文面がクソ腹立つんだよ、マジで。お見の金でも何でもねえんだよ、この野郎と思ってさ。なんかさ、マジで腹立つんだよな。マジで。嫌だ嫌だ嫌だ。俺、むっちゃ嫌だ、俺、そういうの。むっちゃ嫌だ。例えば好きな人ができて付き合ったとして、なんか、いや、あんたはお茶爆の金あるんだからとか言われたら、もう秒で別れるもんね。なんかそういうのってちょっとデリカシーないよね。なんか嫌じゃない？なんかさ、そのお金があるんだから、みたいなさ、人の金のことをさ、なんかさ、言われるのもむっちゃ嫌やもん。嫌じゃないなんか、バカにしてるみたいに聞こえるよね、なんかね。そう。ふざけんじゃねえよっていうね。こっちで、どんな思いで稼いでると思ってんだっていう話だしね。どうも、どうしばく?まあ、いろいろしばくパターンがあるんだけどね。普通に大通りのっとって、それでもなおメールが続いたら、お警察に持っていくか、それともっていう感じだよね。でもなぁ、配信ネタにしちゃうとその時点でさ、なんだろう、保証の効かなくなった携帯みたいな感じで自己責任になるじゃん。そう。現状まださ、アップルの保険に入ってる状態なわけですよ。今はね、まだ何も起こしてないからね。アップルの保険に入ってる状態だから、そこでこっちが、あ、なんかこういうやべえやついるじゃん。配信ネタにしようってなった瞬間、もう保険適用しなくなるじゃんか。もう自己責任になるじゃん。あ、お前だってこういうのをネタにしたんだろってなるから、何がどうあったところで、よっぽど向こうが危害を加えてこない限りは、やっぱ自己責任がつきまとうじゃん。お前もってなっちゃうじゃん。うん。で、なんならこのメールを放送で取り上げてるだけでもやっぱ言う人は言うやろうしね。うん、なんで、そういうのを放送で言わず裏で行動しなかったんですかぐらいまであると思うからな。うん。これなんでそうなんだ。助けてくださいって言って。それこそネタやん。それこそネタやん。ほんなら、って笑われて、ノリさんとか言って、自分で解決してくださいよって言われるだけじゃん。それより、憎くいませんって言って終わられるよ。うん。私はいつまでもやります。よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。Thank you! です。